私はもう何のためにずっとコナン呼んでね推理力鍛えてたいなと思ったんですけどっていう話があって「行列の先頭」っていう k − p プロさん主催のねライブがあったじゃないですかありましたね東京国際フォーラムで毎回年1かな年1か2ぐらいしかやってない一番 k −プロの中で一番大きいイベントですよ。ぐらいお客さん入 でライブ自体すごい盛り上がってたんですけども、うん、そのねあのネタ順がう,うちら後半の方やったんですけど1個前が吉本の囲碁将棋さんやったんですよ。 ケープロに出るっていうのも珍しいしそ,そのやっぱ嬉しいお客さんからしたらケープロで吉本見れるっていうのは嬉しいっていうのあったんですけど、うん、ね、囲碁将棋の次が A マストなんですよ、うんですね、これねセンターマイク上げ下げファンからしたらもうこれ水前なわけですよもうほぼもうフリーホール <laughs> 天 天空にあったセンターマイクが地上にズドーンと落ちるというこの高低差を楽しめるもうマッ なイベントんですよだから私が袖に行った時に「あ、囲碁将棋さんやん」と。ってことはセンターマイクがうちらが出ていった時にもううちらの頭の上にマイクがあってほんで「おろせや」でドンもうそれでつかみ完璧な。なんやったらもう奇跡のコラボですよ。「囲碁将棋」のあのに A マッソが出てくるなんていうのは逆もそうですよ。前前田田の後にとか その高低差を楽しむっていうので言えば、わ、うん、かるよ。うん、それはうちも見えてた。見えてたよ。<ー>ほんでうちは見たんですよ。うん、えっと、囲碁将棋さんのネタを、うんうん、えー、下手袖か。はいはい、下手袖から見てました。たほんで、あ 天天高高くくああるるなとこれはもう根拠はつかみいらんなとつかみなくそのまま歩いていってセンターマイクに並んだだけで受けるわこれはもうありがとう天からの贈り物です以後将棋兄さんありがとうって感じやったんですよ。ほんでネタが終わって暗転になって出ていったら全然高くなかったなマイクが出ていってえっってなって。 ほんで、だから結局、ほんまにちょっとだけ、下に下げただけで、その、なんて、受けるほどの高さじゃなかったな。そう,そうそう。センターマイクが。うん。だから、あれってなりながら。むしろ下げてないんじゃん。もう、ほぼほぼ差は<ー>下げてないぐらいの感じ。うんね、あれって思って、ちょっとだけ差ちょっとだけ差で、え <laughs> ちょっと待って、うちらの、うちらのもう、儲け者のつかみのボケは <laughs>、と思いながら、うん、って思ってん。 でこれは真相は何な,なんやと思ってはあはあは私は見てなかったけど、うん、囲碁将棋さんが去り際に下げたのか、うん、暗転中に、あのー、スタッフさんが気使って下げたのか何な,なんやと思ってはい、はい、分からへその囲碁将棋さんが下げたんやったらもう意味分からんし。 うん、<laughs> なんかあそんなドンはさせるか <laughs> <の> <laughs> だから後輩にそんな俺らの <laughs> うまみ、うん、取らせるかみたいなことわ <laughs> からんけどさちゃんと後処理はしていこうのタストのーみたいな後を濁かさず的な <laughs> うん、うん、いやそれはなもしスタッフさんがやってたんやあでも普段は言は言うのよ なんかショーレースの前とかはなんかその下げてくださいとかちょっと下げてくださいとか言うねんけどもうそんなに高低差あるんやったらもう逆にごちそうやん <laughs> と思っててんけどさ結局何もなくてなで私は思ってもしかしたらあの目の錯覚やったんじゃないかって思ってだから囲碁将棋さんがそのネタをやってる時もうすでに低かったんだけど高く見えてただけでなんか。 ずっっっとなそんんなななに高くやってていいじゃないかって<え>光の屈折みたいなのを <laughs> 使ってその <laughs> 身長とセンターマイクが合ってる感じを演出してるだけでうん、うん、もしかしたらあの2人プロジェクションマッピングやってんじゃうかとか思って<え>で多分、あのー、文田さんのメガネうん、うん、あれなんかあるで <laughs> ないわ、ま。<laughs> <laughs> あのメガネからなんか出て <laughs>、うん、そのマイクを高く見せるっていうことをやってるんじゃないかなと思って、うん、でだって変やん普通さあのー、遠くで見たらちっちゃく見えるけど、うん、近くで見たら大きく見えるやんものって、うん、だから東京タワーとかも近くで見たら大きいって思う、うん、高っって思うやん、うん、でそ,それの逆やねその囲碁将棋が使ってる技っていうのは。うん 遠くから見たらめっちゃ高く見るけど近くで見たらあのちいちゃいっていうちちいある魔術師なんですよ、うん、だから囲碁 <laughs> 将棋はセンターマイクの魔術師なんですよ <laughs> <の>えそれがあんたがそのコナンを呼んでて導き出した、うん、その推理ってことそう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 、うん、でないと囲碁将棋がそんな後輩のボケを一つ減らすようなことはせえへんと思うねんなこれ真相どう思うどれが一番有力やと思う 私はあのー、ほんまに文太のメガネので光の屈折を変えてると思ってる <laughs> あ,あなたはどうですかじゃあそんなことより、うん、あの当日、うんあの、イチュウの2人がおったからちょっとドキドキしてました。<laughs> <laughs>